古民家のかまどで餅を焼くイベントが、大和郡山市の県立民族博物館で開かれました。この催しは、身近な森林資源を活用して、日常的にかまどを使っていた昔の暮らしについて知ってもらおうと行われたものです。この日は、国の重要文化財に指定されている旧薄池住宅のかまどを使って焼きもち体験が行われました。 天理市で農業を営む乾義和さんの説明を受けながら、参加者は竹の棒に刺した餅をかまどの火にかざしていきます。この餅は、うるち米と餅米を一緒に蒸してついた土屋餅と呼ばれる餅で、参加者は焼き上がった餅を試食します。香ばしいかもね、辛いでね、うん。おいしい、おいしい、よかったね。 焼き餅体験を通して参加した人たちは昔の暮らしに思いを馳せていました。